はい、こんにちは、グランピー池田です。今日は、10月の何日、金曜日、11日金曜日ですね。実はですね、今、グラインデューロに、行ってます。今広島を7時ぐらいに出発してですね、今10時15分過ぎたところ、まあ、3時間ぐらいですね。でここが、三木という兵庫の、サービスエリアになります。はい、で3時間ぐらいこう車に乗ってここまで来た。で昨日の、夕方の5時にですね、グラインデューロジャパンの、開催するよというのが、決定しまして、それに向けて、準備して、来てると。で台風がですね、どうやら直撃するようなんですけども、そこはまあまあ、まあ、なんとかなるだろうという感じで、安全第一で、行ってみようという感じで来てます。で、まあ、ちょうど休憩という感じですね。で今回、まあ、本当はですね、グラインデューロ参加する予定では、なかったんですけども、急遽ちょっといろいろ縁があってですね、僕が、参加することになりました。で現地の、まあ、どういうイベントなのかとかですね、だいぶ台風の影響でこう短縮されたり、イベントも少なくなっているのかなと思うんですけども、そういう状況はそういう状況で、普段ではこう味わえない体験がおそらくできると思いますので、そういうのを一緒にお伝えできればなと思います。で、今日はですね、もう一人お客さんと一緒に、行ってる感じですね。今ちょっと席外してるんですけども、はい、そういう感じで、でこのあと、大阪方面から、まあ、京都かなで、グラインデューロジャパンの、ところまで、道中も一緒にご案内できればと思います。はい、感じですかね。まあ、僕は雨男なんで、こういうなんかこう楽しそうな大きなイベントになると、まあまあ雨が降るというので、雨の方がちょっと慣れてるので、まあまあお楽しみください。はい、では、また、違う次のエリアでですね、会いましょう。はい、以上です。はい、こんにちは。エナキオサービスエリアにやってきました。で今回一緒に、出る、お客さんですね。はい、で、なんかここのサービスエリアの特徴が五平餅と、この唐揚げ定食だそうです。エナドリを使った唐揚げ定食です。で今からランチでこれ食べて、グラインデューロの、本部に、向かうという感じです。で今、まあ、大体2時なので、あと3、4時間ぐらいですね、かなというところですね。でグラインデューロのなんかこう ラジオといいますか、ポッドキャストかなを聞いてたんですけど、大阪のですね、森本さんが、すごいええー、こと言うなというのがあってですね、グラインデューロの面白いところは、ロードバイクの人たちとマウンテンバイクの人たちがこう壁を打ち破って、一つのこう面白いイベントとしてパーティーを開くような、イベントだと言ってたのがすごい、あ、そうだなと思ってですね、ロードバイクはこうロードバイクの方々でジャージを着てバチッとまとまってて、マウンテンバイクはこうラフな格好で山の中を走ってるわけですけど、それがこう一緒になって走るみたいなこと今までなかったので、あ、これはちょっと、楽しいイベントになるんではないかなと、今までのこうなんていうかな、カテゴリーの壁をこう破るような、そういうイベントになるんじゃないかなと、ちょっと楽しみにしております。はい、ということで、冷めないうちにちょっとご飯を食べて次に、向かいたいと思います。はい、以上です。はい、五平餅ゲットしました。はい、唐揚げの後の五平餅ちょっといただきます。美味しい。初五平餅。
初五平餅。初五平餅です。美味しいです。なんかあの五平餅が由来があるんですか？あって、あの漁師、山の漁師がお米をこれに木の棒に巻き始めたのが最初、携帯食品で、あの書いてました。そうなんですか。はい。あ、はい、そんな感じで。はい、こんばんは、グランピー池田です。やっと到着しました。今が、夕方の5時35分なんで、出発して、10時間半ぐらいですね。で、グラインデューロの会場がこれです。こういう感じです。ちょっと暗いんで、分かりにくいかもしれないですけど、かなりあの山奥ですね。もう平坦な道がないぐらい山奥に来てます。あ、こっち行きましょう。はい、ということで、会場の中にちょっと行ってみようかな。なんかいろいろ展示してるみたいなんで、どんなものがあるかちょっと楽しみですね。はい。で、台風が来るって言ってたんですけどですけど、結構あの参加者の方多いみたいです。あの車も結構来てますので、はい、実際どんな感じになってるのか、行ってですね、確認してこようと思います。はい、今から受付にちょっと行ってきます。ちょうど正門も見えてきましたんで、またあ、なんかドローンも飛んでますね。どこ？あ、本当。こんな感じで。本当はキャンプする予定やったんですけど、ちょっといろいろ危なそうなので、また別の機会にします。はい、では受付行ってきます。面白そうな自転車がいっぱいある。紫一色です。あ、でもキャンプしてる人いますね。本当だ。到着しました。これがグラインデューロの、正面ですね。正門になります。通訳してと今頼んだけど、多分今言ったことがみんなも分かっていると思うね。つまりあのみんなありがとうございます、来てくれてと。この大変な時に来れない人もいっぱいいるので、その中でもみんな来てくれてすごい感謝していますということと、あとまあいろんなスポンサーすごい大変に頑張ってブースを出してありがとうございますということと、あと明日すごいいっぱい楽しんで、ステージいっぱい乗りましょうということで、ありがとうございます。乾杯。 Even under all.
一緒に乗れる楽しみしてます。初日ですね、こんな感じで中でイベントやってました。で、ウルトラロマンスさんもですね、いてちょっと挨拶したんですけど、あの印象で言うとあのインスタグラムのこうワイルドな感じよりもう少しあの丁寧な感じでちょっとびっくりしました。ということで、今から宿に、戻って明日に備えたいと思います。はい、では明日果たして開催されるのでしょうか、お楽しみに。では Thank you.